やっぱりね、小野田さんを今やるってことが相当面白いな、うん、日本人だとあんま思いつかないなっていう気がして、今小野田さん、しかも小野田さんっていうのは戦争の英雄とかいうのとはちょっとカテゴリーが違うっていうかね、うんうん、だから全く違う戦争ものになる予感はすごくあったしっていうところはありましたね。人は知っては知ってたんですけど、あ、やっぱり僕晩年 の, あの自然塾とか、はい、あのブラジルに行かれた、そうそう、の印象が強かったもん。最初さ、横井さんと混じんなかった。混じりました。やっぱりね、これ混じるんだよね。混じりました。恥ずかしながら、どこだと、あ、どっちだっけ。お話来た時はどうだったんですか。あの、お話来たっていう、僕オーディションだったんですよ。はいはい、みんなそうです。あ、みんな、あ、はい、みんなそう、え、そのままでしょ。いや、そうなんです。そもそもそう、オーディションでした。そうなんです。あ、そうなんです。そうなんですか。ええ、あ、いや、そう、それで、なんかオーディションの話いただいた時に、僕2回ぐらいことどこありしてて、そう、断ってたの。はい。あの、そう、あの、なんていうの、なんでこっちの内装が忙しくて、内装が忙しくてあって、3回目の時に本読ませてくれって言ったら、あの、全部送ってくれたんですよ。うん、で読んで、うわ、しっかりしてると思って、これここまで調べてるんだったら早川隊のこととかもちゃんと調べたし、はあ、そうそう、あ、それだったらちょっとやってみたいなと思って、それで行ったって感じです。はい、やっぱりね、小野田さんを今やるってことが相当面白いな、うん、ね、日本人だとあんま思いつかないなっていう気がして、今小野田さん、しかも小野田さんっていうのは戦争の英雄とかいうのとはちょっとカテゴリーが違うっていうかね、うんうん、いわゆる磯六とかね、あの東条英機とかそういう人とはまた違うポジションにいる方で、うん、だから全く違う戦争ものになる予感はすごくあったし、はい、っていうところはありましたね。ただやっぱり僕、小野田さん受けた時は一応靖国に行きました。生まれて初めて。あ、ええ、なるほど。この人をやるんだったらちょっと一度、うん、あのお参りしてこなきゃなと思って、それは行きましたね。うんうん、やっぱ後半すげえ面白く見ちゃったんですよ。あの、なんて言うんだろう、僕、遠藤君と加藤さんとか今脇君とかとずっとやってたんで、思った通りだったわけ。いや、だいぶ変わったっすね。あの、想像とは違ったっすね。もっと自由だったし、ただこの自由度が、例えば同じ役を遠藤君が津田さんが引き継いだり、自分の役を千葉さんが引き継いだりっていうのが、これどうなるんだろうなと思って、結構そこが俺は気になったんですよ。だけど、もう見たら、なんかこう、一本、やっぱ僕はつながってるように見えて、うん、で、それは、僕に関して言うと千葉さんがだいぶ僕の方に寄せて芝居寄せてくれてるっていうのが僕はもう感じて、でもあれ偶然だったんだけど、はい、あの雨のシーンで千葉さんの登場シーン、はいはい、雨を見上げてこうやってやるのが何も指示されずにやってたんだよね、はい、千葉さんが。え、そうなんですか。そうで、アルチュールがそれを見て全く一緒のことを実は松浦君やったんだって言って、えーっつって千葉さんもびっくりしてて、あ、演出じゃないですか。そうだから、そのカットからも始まるように多分したんだと思うんだよね。あ、そう。そうそうそう。ですか。最初は中から撮るとかなんか言ってたのが、はい、もうあれを千葉さんがやったから、もう外からだって、こう俯瞰で行くって。そう。あ、そう。あ、俺それし、いや、もう演出だと思ってました。いやいやいや、あれはね、偶然そうなったんですよ。だ、本当になんか、確かに松浦君の、あの、小塚が千葉さんに憑依した感じはあったんですよね。なんか、いや、もう、うん、なんか、僕が遠藤君にやってたある種の甘えみたいなのを、その千葉さんがすごく津田さんに対してこうやられてるのが俺は見えて、なるほどね、わ、すげえ場合をされてくる。でも関係性もちょっと似てたかな、あの、回ってない時の関係性も、はい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 、すごくやっぱり遠藤君のことをこうね、ちゃんと話聞いてあげてといろいろしてたじゃん。いや、もう隊長殿、隊長殿いやいやいや、こだわってたけどカンボジアの屋台とか行ってるって違うぞ率先しても本当に不真面目だからね、俺は遊びばっかり行ってるいや、でも千葉さんもね、俺結構いっぱいいっぱいだったらやっぱりちゃんといろいろ話聞いてくれて、うん、でも、あの、まあ大丈夫だと思うよみたいに言ってくれてね、すごい助けられたっていう思いがあって、それは遠藤君もやっぱり松浦君に対してあったんだよね。いや、もう本当松浦さんなしでは成立しないし、うん、いや、なんで半笑いで言うんだお前いやいや
ハンマーレーダーじゃないですか。いやー、僕ろくでもないね、あれでした。僕はもうすぐ遊び連れて落ちちゃうんで。いやもうね、実際結構行ったんですか、カンボジアの店は。まあご飯もそうですし、なんかちょっとした市場みたいなのが。あ、そうそうそう、よくそこ松浦さんとよく歩いてた。だって俺すごい言われたよ、市場とか屋台では絶対食わないでくれと。なんか行きましたよね、ローカルの、なんかサメの鍋でした、ね、鍋やりました。やばな、別に馬がねえんだけどな。でもあのみんな食った。松浦さん、日本語をした。そう、大変でした。あのね、カンボットゲリってやつなんですけど、カンボットか、俺が名前付けたんですけど、まずあの行ってすぐに吉岡さんがもうひどい下痢になったんですよ。ほんである日撮影の時にみんなであのまとまってバンに乗って行くんですけど、はい、朝吉岡さん来なくて、そう、撮影終わった後みんなで部屋集まってどんだけ辛い下痢かっていうのをその教えてくれたんですよ、吉岡さんが。僕は結構なんかその平気だし、あの舐めてたんですけど、だっていろんな海外行ってたもんね、それまで。そうですね、だからそんな、そこまでひどいことにはなんねえだろうと思って、フランスの美術の方が一回帰国するっていうんで土曜日パーティーをやったんですよ。あれやばかったですよ、急に来たんですよ、ね、急に来たんですよ。それ何が原因だったの、きっかけは。いや、わかんないですね。そのパーティーに出てた食べ物とか。いや、でもそしたら水になるじゃないですか。あ、そうか、そうか、水なんですよね、多分。雨ふらしの水とかじゃないですか。なるほどね。雨ふらしの時も、日本だとタンクの水とか浄水使うじゃないですか。はいはい。俺らの時違ったんだよね。あの川の汲んできた水を、汚ね、沼みたいのがあって、そこからなんか散水車にホース突っ込んでるんですよ。何やってんだって俺言ったら、いや今水汲んでるっつって、それバンバン撒いて、雨降らしの時に。そうか、そんでこんなんやってるから、こんなんやってるから。石田さんはでもあのこの結構孤独なシーンが多かったので、はい、別にあのカンボジアのもうまるで行かなかったっすね。ホテルの裏になんかコンビニがあって、新しくできて、新しくみんな帰ってからできたのよ、いきなりコンビニが。その新しい、素晴らしいです。綺麗なコンビニ、もう日本とあんまり変わらないような。そことホテルの行ったり来たりばっかりで、もう街には繰り出さなかったですね。千葉さんともあんま。千葉さんとも、そう。千葉さんは行ってたんじゃない。千葉さんは一人で。行ってましたね。ディスコっぽいとこも行ったりとか、いろいろ行ったりして。冒険されて。冒険してた。そこも似てるよね。この映画でアルチュー・ララリっていう監督が提示していることって、本当人のあり方だと思うんですよね。本当にまさに小野田博さんをの史実を忠実に描いて皆さんに伝えるっていうよりかは、やっぱこの小野田さんをモチーフにして、こういう極限状態の最中で人はどうなっていくのか、どんな感情が生まれるのか、自分と向き合った時にどういう顔をするのか、どんな気持ちになるのか、で人と接した時にどういうふうになるのかっていうことにすごく着目しているのかなと。この撮影が2018年の11月から全体は3月ぐらいまでかな、撮影されていて、本来は去年のカンヌ国際映画祭を目指して制作されていたっていうのがあったんですけど、まあコロナっていう状況になって、こういう状況下で、人の考えとか思いっていうのが意図せず分断されてしまう恐れがある時代の中で、こういった人の在り方っていうのを提示す、ある種するような、感じてもらえるような作品は、このタイミングで皆さん、お客さんの目に届く意味があるなと、より